はい、こんにちは、朝日です。新しい究極進化とか降臨とか、まあいろいろ来てて忙しいですね。いいことです。今回はですね、新たに実装された究極進化の一つである森グー、こちらに注目しました。森グーですかね。僕は森グー派です。どうでもいいですね。スキル一旦の間3コンボ加算、こちら変わってないですね。リーダースキル7コンボ以上で攻撃力4倍、闇を6個以上つなげて消すとダメージを軽減の4倍、16倍に出ますよ。で、覚醒の方がスキブ3つ、封印指7コンボ10コンボガードブレイクということで、まあ、あのリーダーとしてはちょっと難しいんで、サブで使う方が大半かなと思います。注目はね、やはり覚醒ですね。7コンボ強化と10コンボ強化を持っている、2倍5倍で10倍になると。前回のね、学園アマテラスでもそうだったんですけども、10コンボはやはりちょっと安定させるのが難しいんですけれども、やっぱその分ね、爆発力が凄まじいんで、ここはね、やはり7、6番面でがっつり発動させていきたいと思います。で、元の攻撃力がね、しかも、3000をプラス込みでね、3000を超えてくるんで、これもかなり高くなっているということで、その恩恵っていうのをね、より受けることができるんじゃないかなと思います。で、しかも闇属性ということは、豪気潜水の秘枠としてサブに入れることができるんですよ。あの豪気潜水の強さはね、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、そのサブに自然に入れることができて、おそらく凄まじい火力をね、出してくれるんじゃないかなということで、かなり期待しております。で、今日はですね、新しい降臨ダンジョンのジェヘラサード降臨というのが登場していますんで、そちらにね、挑戦していきたいと思います。新ダンジョンに新キャラを使って遊ぶというのはね、なかなか緊張するんですけども、その分楽しみでもあります。どうなんでしょうか、やっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。 HP ちょっと低いな。さあ、開幕から覚醒を無効にされていき、リーダーワインド、お前めちゃくちゃなことしよんな。これはエイルを使いましょうかですね。質問が来ました。わかりました。後でお答えしたいと思います。質問が来ました。お前取ってる時に限ってなんでそんな連続で来るんだよ。いや、嬉しいですけどね。さあ、じゃあ森グーの火力をちょっと見ていきましょうか。お、闇がすげえ落ちてきた。これはすげえ火力が出そうだが、1億8000万、っていうか、ちょっと待って、今豪気の方が火力出てなかったか。お前どういうことだよ。森グーの強さを見たくてこの動画を撮ってんのに、その手柄を横からかっさらっていく豪気、強キャラですね。質問が来ました。なんでだよお前ら。いや、いいけど、撮影中に質問が来たことって今までないっすね、そういえば。あれ、てか、ちょっと待って、こいつ根性じゃん。いや、 まずい、落ちこくんな。オッケーオッケーオッケー、全然見てなかった。裏しようか。さあ、闇が消されていく。一応回復が6個あるんで、追い打ちを、まあ、抜けないと思うけども、一応組んでおいて、落ちこんが来た時のためにね。あ、ちょっと間違いつけなかった。あ、来ないか。あ、抜けた、抜けた。OKOKOK。まあ、そんなに硬くなかったですね、今のは。3回。お？カメオ？へぇ。カメオって敵として出てきたことってないよね、多分。初かな。カメオはね、僕、宝石シリーズの中で一番好きなんですよ。あの、性能じゃなくて見た目ですけども。なるほど、ついにこいつも敵キャラとして登場するようになったのか。あ、まあそういえば過去のダンジョンでカラトとかもいたもんな。はい、アヌビス9コンボ吸収。なるほど、10コンボしろと。いや、これ周回編成とか作るのきつそうだな、そうなってくると。たまたま7、6番面で来たからよかったけど。いや、火力はすげえな。やっぱでも豪気の方が火力出てんな。むちゃくちゃなやつやで、こいつ。ホルス。根性持ち。
回復力半減。暗闇は多分弾く。OK。ああ、でもまた回復がないのか。回復ないけど、回復消さないとこれ死にそうだな。一応4色は揃えといて。あ、回復揃えるの忘れた。あ、ラッキーラッキーラッキー。もうひどい。あ、ちょっと待って、しかも落ち込んでいっちゃったやろ、これ。大丈夫か？何もすんだ。7コンボ吸収？あ。優しいんじゃん。ホルス優しい。まあ、だから多分ここで8コンボできなかったら、また質問来たし。どんだけ来んだよ、質問今日。でここで根性発動して、コンボ吸収来て、端コンボできなかったらダメですよっていう、そういうことかな。ここは突破していく。あ、もうボスか。はい、来ましたね。あ、動くんだ。へぇ。6000万無効。うわぁ、マジか。それは聞いてね。当たり前初見なんだから聞いてるのに決まってんだけど、さすがにこれは無効貫通いきなりやんのはきついか。一旦普通にパズルですかね、これは。このね、あのルーレットの色を全部揃えて、あそこに巻き込んで闇を正方形で消すっていう手もね、なくはないんですけど、まあ、ちょっとね、根性を持ってるんで、なかなかきついっすね。さあ、向こうに引っかかっていく雲は弾く。3秒減少。読み打ちてー。読み打ちてーけど、一応ちょっと我慢して。あー、コンボ組みにくいんだよな。これでいいかも。あ、足りねえ。9コンボ。よし、ナイス。あ、結構取った。ロック、世界が生まれました。あ、なんかその、本の物語をこいつはさっきからずっと喋ってんのかな？ちゃんと見てなかったけど。よいしょ。はい。L 字で一応弾くか。あー、チコンが来ないので、これは死ぬか？うわー、それはきついぞ。それもきついぞ。マジか、きついな。6.5 秒しかない。回復だけは絶対しないといけないんで、これでどうだ。あ、色決まった。あ、危ねえ。片方軽減効いてれば。うわぁ、マジか。もうギミックだらけじゃん、これ。あー、ルーレットが発信だったのはまだありがたいけど、いや、むずいっすね、このダンジョン。ちょっとね、これね、バステトの究極進化の素材になるんで、なんとかね、ゲットしたいっていう人は多いと思うんですけれども、まあここまで難しいとちょっと死んだし。なるほど、これはちょっとかなりしっかり対策しないときそうですね。まあでも今回の目的としては一応モリグーの火力を見たいっていうことだったんで、それはまあ達成できたかなと。ゴーキの方が強かったんですけどね。はい、質問の方にも答えていきたいと思います。ちょっと負けてしまったんですけども、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。